ステン代表の衣川光です、ステンの代表を務めてます金石斗真です。よろしくお願いします。もともと衣川さんにもその専属のアシスタントがいた上に、まあ、僕もプラスで加入するみたいな期間限定でみたいな感じだったんですけど、多分その当時その元々専属にいたアシスタントのことを、まあ、うまくいってないわけじゃないんですけど、なんかせっかく衣川さんに1ヶ月作るんだから、もっと衣川さんのなんかこう技術をなんかやりたいみたいな、もっと僕がやりたいみたいなことをちょっとなんかちょっと切れながらというか切れてはなかったけど、まあちょっと厚めになんか衣川さんにこうもっとなんで僕にこれをやらせてくれないんですかとかみたいなのを言った時に、まあすごいなんかこうまあ、その気持ちは分かるけど、まあなんかまあ、こういうこともあるし、こういう、まあ、場面の時もあるしみたいな感じで、すごい、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、諭されたじゃないですけど、まあ、って言われたのはすごい覚えてて、なんか僕的にはその時に人格者だなというか、なんかこう、まあ、言ったらその、ね、まだ2年目ぐらい そのすごい、ね、後輩に対してこうやなんかもっとこうしたいですみたいなことを、まあ、言われたにもかかわらず、なんかそんなになんかこう怒るでもなく、まあ、それを否定するでもなく、でもちゃんとなんかこう衣川さんの意思でこうしてるんだよっていう、こう、まあ、気持ちをこう伝えられて、なんか僕はすごいそのなんかこうまあ意見の伝え方にすごいなんか感銘を受けたというか、なんか僕も自分のやりたいことばっかりじゃダメなんだなっていうのはすごいその時気づいた、まあワンシーンでしたね。それはすごい覚えてますね。なんとなくは覚えてます。なんとなく。いやまあそうです。衣川さんにとっては普通のことだと思うんですけど、なんか僕にとってはすごい特別なことだったんで。気持ち的にはそのお互いなんかお店を持ちたいとか、まあ独立したいみたいな、そのお互いがそれぞれ希望があって、まあ、たまたまそれが同じ時期ぐらいで、まあプライベートで遊ぶ機会もなくあったので。まあ、そこでこう話をしているうちに、じゃあ一緒にやろうっていう感じでしたね。ざっくりとした大きな、テーマ、まあ、ステンというブランドをどうしていきたいかっていうと、まあ僕とトーマ君もそうですけど、まあ、今一緒に働くスタッフもそうですけど、本当に女性がまあ9割以上なので、なんか僕自身的にはその働かれてる女性っていうのをまあ、支えたりとか、まあ、応援できるようなサロンを作っていきたいっていうのが、まあ大きいテーマの一つではありますね。やっぱりまだそのお店もできてないんで、細かいシステムとかでいうと、まあ、僕とトーマ君の間ではまあこう計画は立ってるんですけど、まあ、やっぱり実際に動けてはないんで、ただやっぱりそのまあ、働いてる女性とか、まあ、そういう人たちに対して、まあ、よりいい場所を提供できるようなものにしていきたいっていうのは、まあ、それはこう大前提として、まあ、必ず、まあ、そこを大事にしてやっていきたいなとは思ってますね。だから、まあ、システムがこううまく回り出すかどうかは実際やってみないとわからないところはありますけど、まあ、そこからは絶対ブレたくないなっていうのは、正直あります。はい、なんか若い子が本当にメインで活躍するようなサロンにできたら一番いいかなと。そうすることで多分、美容学生の子とかが、まあ、うちのサロンを見て、あ、若くしてこんなにすごいことやってるんだなみたいな、じゃあ自分も若くしてこんな風になれるかなとかっていう、なんかこう美容師に対する夢っていうのがすごい多分広がるかなってすごい思うので、まあ、そうすることでどんどん業界の新陳代謝も上がっていって、若い世代がどんどんこう活躍することによって、多分高校生とかが美容師ってかっこいいなっていうふうに思ってくれる子がもっと増えるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、まずは自分は、まあ、美容業界を変えるなんていう、こう大それた目標っていうのはまだ持てないですけど、自分に関わってくれる、まあ、人たちだけでもこうそういうふうに希望とか夢を持ってもらえるような環境を作りたいなってすごい思いますね。どういう代表になりたいかっていうのは、まあね、僕と年齢差もだいぶあるから、まあ、そこはちょっと聞いてみたいかな。やっぱりこう尊敬もするし、目標にもなるし、なんかそういう、こう後輩たちの、まあ、目指す場所みたいなところに、まあ、慣れたら一番いいのかなっていうのはすごい思うんですけど、でもそれってあくまで僕が今まで、まあ、見てきたその偉大なる先輩たちの背中であって、意外とこれからの世の中そういう代表が求められるわけじゃないのかなともすごい思うんですよね。やっぱりなんかすごいこうピラミッドの一番上の頂点に立つっていう
立ってくれた方が僕はまあいいかなと思うんですけど、ただでもこれからの下の子たちからすると、まあ、そのピラミッドが高ければ高いほどやりづらかったりとかもするかなと思うんで、逆にもっとなんかこう、まあ、ざっくばらんにこう接したりとか、まあ、話したりっていうのができる、まあ、もうちょっと身近な存在な方がまあ意外といいのか、まあ、その辺はすごい僕的には悩むことではありますね。なんかもう新卒の講師だったら僕はもう6歳ぐらい離れているので、意外とやっぱこの6年ってすごく大きいなっていうのはまあ最近すごく感じるんで、なんかそれこそ本当にそれは悩みどころっていう感じで、まだこうしたいとかっていうのははっきり決まってないんですけど、ただでもまあ僕が今までずっと意識してまあ考えてやってきたことっていうのは、やっぱりこう後輩たちに何かこうものを言うとき、こうした方がいい、ああした方がいいとか、これしないで、あれしないでって、まあ、怒ったりとかするときもそうですけど、やっぱりある程度やっぱ数字がついてないとなんか威厳が出ないなっていうふうに僕はもうそれは前のサロンから思ってることなので、やっぱりこう後輩たちにまあ隙を見せないようにじゃないですけど、まあ、ちゃんとした結果を残した上で、まあ、後輩たちにまあこう指導できるような先輩ではありたいなっていうのは思いますけどね。どういう人と一緒に働きたいもそうですけど、美容師成り立ての人とかに、まあ、求めるようなことを聞きたいかもしれないですね、好きなことを突き詰められる子、もうそれに一点特化してやってきて、まあ、結果を出せるような子っていうのが、まあ、たくさん集まって、まあ、それで、まあ、お客様が来た時に、まあ、その分野ではこの子はもう一番特化してるから、まあ、しっかり対応できるみたいなところが、そうですね、そういう、まあ、人材を集めて、まあ、そういうサロンにできれば、まあ、ちょっと僕の理想とはなるかなとは思ってるので、まあ、本当にその好きなものを突き詰めるっていう、まあ人間性というかそういう部分が少しでも見れれば僕は、まあ嬉しいというか人材としてはいいかなと思っております、はい、僕はすごい現状維持は対価だと思ってるんで、やっぱ常に何かこう進化し続けたりとか前に進もうとする力っていうのがやっぱり自分の人生をより良い方向性に、まあ、持っていくもんだとすごい思ってるので、なんか僕は本当にそれぐらいのなんか気持ちで、まあ、お店を出したいっていうふうにまあ至ったんですけど、なんでやっぱりなんかこうもったいないじゃないですか、自分の人生って、まあ、たった、まあ、60、70年ぐらいとか、まあ、しかない時間でずっと同じ環境に続けるのも悪いことではないと思うんですけど、せっかくだったらやったことないことに挑戦したりとか、感じたことないことを感じたりだったりとか、まあ、そういった刺激が自分の人生をより豊かなものにすると僕はすごい思ってるので、リスクがあるのはもちろん承知なんですけど、やっぱそれを超えた先に何かがあるっていうのはすごい僕は思うので、ぜひ、まあ、これね見てる方で悩んでる方がいたりとかしたらもう一度、まあ、考えてみるのもすごいいいんじゃないかなというふうに思うので、はい、ぜひ一緒に頑張りましょう。意外と本当にフリーランスになってでもついてきてくれるお客様ってやっぱ意外とこんなにいてくれるんだって思うと、まあ東馬くんもそうですしスタッフもそうですけど、だから本当にそのまあ自分の、まあ、決めた道っていうのをやっぱりより良くしていかないといけないなっていう責任感プレッシャーは、まあ、共に持ったって感じですね。だから本当にまあ皆さんもそうですけど、多分僕の世代とかでも悩まれてる方すごい多いと思うんですけど、30代超えてやっぱりもう本当に人生計画しっかり立ててもう一度きりなんで、まあ、美容師でもそうですし、まあ、一つの会社を持つ経営者としてもそうですし、チャレンジできることとか、まあ、本当にね大変なこともあるんですけど、それが楽しさに変わったりすると思うんで、まあそこをしっかり考えた上でもう一度きりだと思って行動してみるのもいいんじゃないかと思っております。はい、頑張ります。